JR 東静岡駅南口周辺のにぎわいづくりを目指し、県はアイドルグループ AKB48 のメンバーをアンバサダーとして任命しました。日賀南アンバサダーに任命されたのは、アイドルグループ AKB48 の橋本春奈さんと山根鈴葉さんの2人です。日賀南とは JR 東静岡駅南口前に県が所有するおよそ 3.5 ヘクタールの土地を指し、県はここに新たな県立中央図書館を整備するなどしてにぎわいの拠点とする方針です。たくさんこう日賀南の良さをいっぱいいっぱい広めて、ファンの皆さんにもたくさん来てもらって、ファンじゃない皆さんにももう来ていただいてファンになっていただけるように頑張りたいと思います。県はアンバサダーに指名した AKB48 の2人に対して、国民的アイドルグループのメンバーの力で日賀南の認知度を上げてほしいとしています。